おは、コンコン、アキです。今回もアークモバイル実況をやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。今回はね、とうとう、あれをやります。リニオグ、などをね、ちょっとテーム、頑張ろうかなと思います。とりあえずね、普通にいた。よいしょよいしょよいしょ。性別は見てなくて、オスなら倒す、メスなら、捕獲と。いう感じになります。そこら辺にいたんです。あ、いた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 。いたいたいた。どっちどっち。はいはい。オス。オスなので、倒します。はい。そしてね、リニオグナタのフェロンマンをゲットします。倒すか。あ、オス。あ、ちょ、バカバカバカ。え、大丈夫か？大丈夫？お前。よいしょ。あ、よかったよかった。これをゲットしたことにより、次、メス探しが始まります。こっからが苦行かな。うん。おった。油断して、鼻歌歌ってた。おったわ。さ、どっちだ？オスかメスか。メスだと嬉しいな。ほい。メスだ。おっしゃー、メスだーい。こちら、オッケー。よし、ここら辺に、作ろうか。ゲート作ろうか。こう。いや、まあ、狭いけど、まあ、ええか、これで。よし、これで、おびき寄せて、戦います。よし、 HP をね 10% 減らす必要がありますので、と、OK、もよし、これ邪魔やな。よし、あ、そう、無抵抗にしようかな。忘れた。OK、よし、やるぞ。まあ、これ出れるんで。うわ、絶対これ出られるやん、ここ。ちょっと待って。絶対これ出れる。あー、じゃあ、ここにバチーン閉めるしかないわ。襲ってるな、絶対。やってるやってる。怖ー。色もなんかすげえな。やればできる。やればできる。じゃ、よし、広角い。オッケー。いやー。いった、あん。いった。こっちかな。入ったね。お前はもう、おしまいでーい。あ、すいません。こっち来れる？落ち込れますか？ストップストップ。あれ？出れない感じ？あれ？あ、出れない感じですわ。あ、そうです。さあ、茂みじゃない？あ、そうや。あ、そうや、俺、ハープになっちゃ持ってるわ。ちょ、まぶしい。よいしょ。あ、ごめん、ごめん、ジャパン。ここに。あ。無抵抗にして、これを、よいしょ。でね。あぶねえ、もう死にかけや。あぶねえ。これ入れて、はい。ポフンポフン。いい感じ。うわっ、ギャッ。
お、これで？あ、あ、あ、うす。これで妊娠状態になった。オッケー。よっしゃ、これで妊娠状態だ。よし。なんとかいけた。また要求してくるんで、その時までカットします。あ、キブリだ。キブリねえ。キブリねえわ。ちょうど気分なかった。今スープしか持ってなかったからやべえ。よし、おただいま。これどうやって渡したらいいんだろう。これかな。よし。なんでバナガラムどこ行った。おとなしくしげ、逃げろ。よしよし、次早いなペース。やっぱシングルだからかな。戦ってますわ。あー危なかった。よしよし、カットしよう。キブル、これキブルしか受けされてないんだよ。なんだキブルか。よいしょ、キブル、キブルしか要求されんくね。あ、よかったよかった。何来る？カイエンスープ持ってます。どれやったっけ。これか。よし、カイエンスープ、ぺい。よし、また待ちます。さあ何が出る。簡単なやつ。キブルか。キブル怪しくなってきたね。キブルが、はい、よし。キブルあと1個やぞ。しかも特急あと1個やぞ。頼む、多分これ最後だと思うんすよ。これでエレメント来たらちょっと泣くかもしれん。一応ね、私ジェネシス2かやってるんで、それ取りに行かなあかんかもしれん。フレアカレーありがとう、ありがとう。簡単なやつでありがとう。あれ、フリアカレーどこやったっけ。あったあったあった。あー、簡単なやつでよかった。よし、終了です。よし、これで終わりですね。よし、これ大丈夫やな。足りる時間。足りるかな時間。まあいいか。うわー、とうとうか。そしてご邪魔しゃんといてや。お邪魔やな。あー、ごめん、宿主に選んだばかりに。とうとうだ。こわー、あー、画面固まった。うわ、出た。うお、はい、説明なし。そうっすか。はい。ね、帰ります。え？ああ、まあ別にいいけど。帰ります。よいしょ。もうちょっとやね、ケア。結構ね、色、ああ、間違えた。こんな感じ。すごい草。結構ね、色好きです。まあ派手な色より、まあ地味な色のが私は好きなんで、まあ OK ですね。
おっと、息だぞ。ディフェンス、ディフェンス。おっしゃ。なんだ。おっしゃ。50%。よし。あと、10秒。さ、散歩がいいな。散歩。オッケー、これで100%。よし、あとは完全放置。はい、とうとうね、ディニューグオンダタできました。ちょっとね、動画撮影してたんですけども、ちょっとね、トラブルがあって再度撮り直しております。こんな感じ、ちょっと眩しい。はい、こんな感じになりました。レベル138、ちょっとね、さっきよりは、前よりはレベルが上がっております。さあ、ステフリ、ステータスこんな感じ。ちょっとダメージ受けてるの。うん、こんな感じ。これって何上げるべきなんだろう。重量か、体力か、スタミナか、近接。ごめん、ちょっとわからん。ごめん、わからんかな。ちょっと、また、詳しい方はコメントしてください。とりあえずね、スタミナ、はい。はい、この子ね、早速乗ってみます。さあ、説明が2回目なんでね、うまくできることを祈ってください。はい、こんな感じ、全部ね、左書いてくれてます。樹脂アーマーとかってね、樹脂をね、ここに入れると、はい、あ、今見えたかな。はい、こんな感じで樹脂をね、これに変えてくれます。樹液をね、樹脂に変えることができて、はい、分泌液、これを使って、左下にあるあれあれをね、変えれます。そしてアーマーコントロール C。 ほっ、おお、かっこいい。これアーマー状態か。アーマーを作れると。これは書いてない。これ一定時間強くなるよってことか。おえー、おら、攻撃力もね、意外に強い。200前後かな。約200ぐらいダメージ与えれるし。よいしょ。よいしょ。そして、これで、変えながら。いや、強い。ダメージそんなに食らってないか。掴んでる。なんか掴んでた。ごめん。掴んでた。なんか溜まっていってんのか。ほいほい。ほい。あ、200ダメージ受けてる。これ強え。ティノピテクスの群れを倒せるか。わかった。よいしょ。よいしょ。あー、やっぱりそうです。左下のね、そこアーマーがちょっと減っていってる感が。よいしょ。これ樹液めちゃくちゃ必要やね。でも、あー、まあ、もう一回来てるわ。あー、これでも強いわ。攻撃力はちょっと気になるぐらいで。いいね、飛び方いいね、飛び方いいね。ウィーンって飛んでる。よし、じゃあ恐怖デバフやっやってみましょうか。まあ、こいつら襲ってこないからそもそもあれなんだけど。おい、うえーん、ん。本来ならね、逃げます。本来なら逃げます。そして、次、水陸両用なんで。ああ、水飲んだか。はいや。
いね。これやったらあの洞窟も行けるか。あの沼地の洞窟とかね、行きやすいかもしれない。わ、いいね。いいね。スタミナちょっと欲しいかな。でもはい、以上ですね。よいしょ、アバリウムですね。はい、以上です。というわけで今回はね、長年じゃないね、長いこと頑張って準備してきて、やっとリネオグナタテイムしてみました。色もね、まあちょっとあのちょっとなんか虫っぽいんですけども、まあ今後またイベントカラーが出てきたら頑張ろうかなと思います。 ASA もね、まあやってますし、まあ、動画編集中なんですけども、よかったらねそちらも見てください。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。バイなら。バイバイ。